大和の馬酒、酒と魚と金言と感謝。辛口、キレがあるけどもこの優しい旨味があふれる、そんなお味です。今いただいたのは奈良豊沢酒造の大吟醸豊祝です。全国新酒鑑評会で3回連続15回目の金賞を取ったというお酒。一体どんなお酒なのか、今回も蔵元に聞いていきます。お酒を楽しみながらの15分お付き合いください。この番組は奈良県酒造組合のお酒を販売する奈良泉雄斎に毎回蔵元に来ていただき、お酒造りのこだわりや楽しみ方を聞いていきます。清酒発祥の地と言われる奈良県のうまい酒、大和の馬酒をご紹介していきます。さてここからは奈良豊沢酒造の代表取締役社長の豊沢さんにお話を伺います。どうも初めまして、高井です。豊沢です、どうぞよろしくお願いします。最初に、乾杯させていただいてよろしいでしょうか。感謝感謝。金賞の味がしますね、これ。ありがとうございます。本当おめでとうございます。ありがとうございます。これはい、この鑑評会というんですか、はい、これどんな、はい、あれなんか国が認める唯一の日本酒の品評会なんです。国が認める、はいはい、は国がやっている唯一の、まあ、清酒の品評会。それ毎年出されてるんですか。そうですね、毎年、まあ、あの3月ぐらいまでに、はい、まあ、絞った、まあ、各蔵元の最高の大吟醸を、まあ、出品して審査してもらうと。はそもそもその新酒鑑評会の意義っていうのが、うん、はい、その美味しいお酒を決めるコンテストではないんですね。ほう。その根底にある意義っていうのが、その要は技術の、研鑽と酒質の向上っていうのが目的なんです。ほうほうほう。だから毎年新酒を持ち寄って、はい、客観的にその専門の鑑定官が官能検査をして、はい、で真っ当な評価を受けると、はい、なので、まあ、美味しいお酒は、まあ、自然とそれは、まあ、金賞にはなるんですけど、はい、あくまでもその金賞を取るっていうことよりもよりこう出走向上、業界全体の、まあ、出走の向上っていうのがもう一番のこの鑑評会の、まあ、目的なんですね。あ、そうなんですね、はい、すごい。さあ、この豊祝、大吟醸豊祝ですけども、はいはい、一番おすすめの飲み方というのはどうですか。そうですね、やはり冷蔵庫ぐらいの温度で冷やしていただくと、はい、非常に吟醸化といいまして、吟醸酒特有のフルーティーな香りが、まあ、立つ。なのでもう本当に冷蔵庫で冷やしていただくのが一番おいしい飲み方だと思います。わかりました。もう辛口ですけども、はい、冷やして飲んでいただけると、女性でも、はい、味わいやすい、そうです、そんなことになってると思います。はい、さてここからは金賞に輝いた大吟醸豊祝を生み出す奈良豊沢酒造がどんな蔵元さんなのか聞いていきたいと思います。さあ、こちらが奈良豊沢酒造さんの、これ蔵というんですか。これそうですね、まあ、本社兼、まあ、酒造場になります。ああ、よく通らせてもらいます。ありがとうございます。お近くに、はい、お寺があるんですね。あ、そうですね、安産の腹帯祈願で、はい、安産祈願の腹帯で有名な、まあ、帯解寺が近くにあります。へ、あら、これがこれはちょうど、まあ、大吟醸の仕込みに使うお米を蒸し上がったばかりの状態を自然の寒気にさらして、まあ、冷ましているシーンですね。これは何の作業ですか。これはね、お酒の品質を左右する一番の、はい、まあ、心臓部分の工程とも言える麹を作ってる、麹作りを、麹室と呼ばれる、はい、非常に、まあ、高温多湿な部屋で今作業しているところですね、はい。続いてこれは、はい、これは麹ができた後に、はい、できた麹を、はい、麹と先ほどお米を冷ましているシーンがあったかと思うんですけど、はい、冷ました後の、蒸し米を投入して酒母、酒の母と書いて酒母、要はアルコール発酵をする微生物である酵母を、元気な発酵力旺盛な酵母を作ってあげるために、はいはい、最初にちっちゃい仕込みをするんですね。ほうほうほう。
でこれはこれは酒母で、さらに、麹、蒸し米、水を入れて仕込んで今かき混ぜているところですね。うわ、まあ、これは今貝入れと言いまして、はい、水、米、麹が、均一になるように かき混ぜているところですね、はい、いいお酒ほど、まあ、低温でじっくり発酵させる、はい、で酵母っていうのは微生物、はい、生き物なんで、はい、低温で発酵させれば発酵させるほどこうゆっくりなんですね、アルコール発酵は、はいはい、でもその代わり低温でじっくり発酵させることによってものすごく吟醸しておくようなフルーティーな香りも出てきやすいということなんですね、はい、そんなこともあるんですね、はい、さて続いてはこちらですね。これは随分涼しげなラベルですけども、これは何ていうお酒でしょうか。はい、あのこちらは、はい、夏季限定の、はい、まあ、商品になります、はい、夏の無償杯という商品になります。もう夏のってついてるんですか、ね、はい、夏の無償杯、はい、どんなお酒がちょっと味わえてくるんですか、はい、どうぞお味見してみてください。感謝、ありがとうございます。感謝。すっきりですね。そうですね、あのこの夏やはりこうさっぱりとしたお料理って夏場、はい、多いと思うので、はい、本当にそれにもこうすっきりと合わせていただけるように作っております。あ、飲みやすい、すごい、はい、これはグイグイいきますよ。そうですね、あのもともとあの定番商品で年間通して純米吟醸無償杯という、はい、まあ、商品というのはあるんですけど、その純米吟醸無償杯というのはどちらかというとこう お米のうまみを味わっていただくタイプなんですけど、はい、やっぱりちょっとこう夏場あの変わった商品を出したいなという思いが前からありまして、はい、で同じ無償杯でもちょっとキレのいいすっきりめのやつをということで5年ほど前からこの夏の無償杯という商品もラインナップに加えております。いや、これもう日本酒やのにこれ夏を感じれるっていうか、これも僕冷やして飲みたいです。そうですね、もうこれはもう逆にキンキンに冷やしていただいて、キンキン、ね、はい、飲んでいただきたいですね。これいいですわ。な、風呂上がりにグイーって飲みたい感じのする日本酒ですね、これ、はいはい、さてこの番組では蔵元に聞く酒に合う魚をご紹介していきます。奈良豊沢酒造に合う魚は何でしょうか。はい、今こちらにご用意させていただきましたのは、はい、当店の、直営する立ち飲みどころ蔵元宝宿の人気メニューでもあります酒粕の土手煮であります。ありがとうございます、はい、土手煮、はい、もうこれね伝わらないのはあれですけどものすごいいい匂いしてるんですよ。で、あの直営 の、はい、あの、あるんですね、はい、バーといいますか。そうですね、はい、あの弊社 の、まあ、あのお酒を味わっていただくアンテナショップを今4店舗やらせていただいてます、はい、近鉄難波駅の構内にあります、はい、バー行かせてもらってます。ありがとうございます。もうこれはいただいたことがないので、はい、ぜひお味見してみてください。あぜます。酒粕、はい、の土手にいただきます。わー、もうこれ美味しそう。間違いないや、うん、酒粕の香りもちゃんと。そうですね、はい、わー、でその後にクイッと夏の無償杯。これ無限ですね。そう、エンドレスですね、はい、これは。これはあの先ほど単独で飲んでいただいた時よりも、はい、この食と合わせていただいた方が余計飲みやすさが際立ってるかなと。そうですね、はい、うまや。もちろんそのままでも美味しかったですけども、お料理と一緒に飲ませていただくというのが。そうですね、はい、わ、またこの土手煮と合うわ。うん、うん、これずっと続きますよ。なくなるまで。これはすごい、ぜひ味わっていただきたい。うまい。さて続いてこの3つ目のお酒は何というお酒でしょうか。はい、はい、3つ目のお酒は宝祝プレミアムシリーズの一つであります純米吟醸宝祝室賀原酒山田錦という商品でございます。ほう、
プレミアムシリーズっていうのがあるんですか。はい、はい、あの奉祝プレミアムシリーズっていうのは何が違うかと言いますと、はい、まずは、お米を高精白にしていると、高精白いうことと、あとは、長期低温発酵、はい、そして、無ろ過、はい、で無加水で氷温瓶貯蔵にこだわった非常に、ま、手間暇をかけて作ったお酒が、はあ、プレミアムシリーズでございます。感謝、感謝。おお、濃い感じっていいますか。そうですね、はい、はい、甘い、はい、あの非常にあのお米のうまみを重視して、まあ、甘すぎずくどすぎず、はい、ふわっとお米のうまみを感じるんだけど最後スッとこう引くような感覚をイメージして作りました。で今米 の、 あの、はい、うまさっていうのを言うてありましたけど、はいはい、お米のこだわりってあるんですか。今は奈良県産の酒米っていうのは梅雨はかぜという銘柄、はい、一銘柄しかないんですけど、最近でしたらあの奈良県内で山田錦、はい、まあ、酒米の王様と言われている山田錦であったりとか、ほうほう、逆にあの酒米じゃなくても普段あの我々があの食べて美味しい米である奈良県産の日の光を使ったりとか、はい、やっぱりその生産者さんの技術が上がった、で、はい、我々作り手の、まあ、技術も高くなった、はい、設備も良くなった、だから普段食べてるお米でも十分いいお酒ができるようになりました。やっぱりあの地酒という限りは、はい、やっぱり地の人、地の米、地の水で作るのって当たり前だと思うんですよね。そうですよね、はい、奈良の、奈良における奈良のためのみたいな。そうです、5年先にはもう本当にもう全量奈良県産の山田錦であったりとか、はい、あの一般米を使ったお酒作りを目指して今はやってます。わ、それ飲めたりするんですか。あ、そうですね、あの奈良県産のお酒につきましては、はい、今あの当社の蔵元である帯戸家の本社のショップと、はい、もしくは直営している、立ち飲みどころ蔵元奉祝4店舗で奈良県産の、山田錦と、はい、梅雨はかぜを使ったお酒を楽しんでいただきます。あ、飲めるわけです ね、はい、ですね、お店にぜひいらっしゃってくださいます。ぜひともあのプライベートでお足を運んでいただけたらありがたいです。皆さんと一緒に、はい、でもお会いすると思います、はい、あの蔵元さんか、はい、ね、駅の構内だったり、はい、直営のお店に行かせていただきたいと思います、はい、わ、楽しみやわ、それ行かせてもらうの。であのちょっと変わった、はい、なんか売り方されてるってこと、はいはい、まあ、それはまあ天王寺店で今試験的に取り組みをしているところなんですけど、はい、量り売り、量り売り、はい、例えばこのお酒を飲んでて、ごめんちょっとこのお酒500ミリだけ持って帰るわってなったら、もう極端な話、はい、お客さん持参の、まあ、瓶でもいいですしペットボトルでもいいんで出していただいたら、まあ、そのままお好きな量を、まあ、持って帰っていただくと。なんか昔ながらでええな。そうね、そんなね、もともとね、この我々の業界で一升瓶という一番のマグナムボトルあるんですけど、はい、一升瓶って大正時代に出てきた瓶なんですね、はい、その一升瓶が出る前まで、はい、皆さん何に、どの容器に入れてお酒を飲んでたかというと、はい、まさに量り売りなんですよね。要は皆さんご家庭にある壺や亀を酒屋さんに持って行って入り用買いしてた。だからそういうのなんか僕らやっても面白いんちゃうかな。そうやったらこの、プレミアムシリーズ、はい、500、はい、で無償杯500、はい、とかいうこともできるってことですね、はい、そうですね。昨日もあの実際あの天王寺店であの自分で持ってた水のペットボトル出されて、ごめんこれでもいいんかな、あ、いいですよっていうので、はい、純米の、 あの蔵出し生原酒を500ミリ持って帰られたお客さんもおられました。ぜひこれ天王寺店、はい、量り売りも試していただきたいと思います。ありがとうございます。天王寺店はあのこれも食べれるんですか。あ、そうです、もうこれの元祖の店です。元祖の店なんで、はい、都電にもぜひ味わっていただきたいと思います、はい、今日はありがとうございます。ありがとうございます。書道六段の高井がその日のインタビューで感動した一言、金言を書にしたためます。今回金賞の奉祝というお酒をたらふくいただきました。うまい、叫びたくなりました。
また次回もお楽しみに。